俺は逃げた。またマイを残して逃げてしまった。おい、俺！君か。何が君かだ。ちょっと負けたくらいでニキにしやがって。それでも俺か。未来の俺がこんなふぬけたやつだったなんてがっかりだ。そんなことだからマイちゃんだって守れないんだよ。どうした、悔しいのかよ。だったらかかってこいよ。この俺を倒してみろよ。相手になってやるぜ。自分に励まされるとはな。もう十分だ。君の気持ちは十分伝わった。もう迷いはない。ブラックとザマスは必ず倒す。平和を取り戻してみせる。ありがとう、ちっちゃな俺。やっとわかったか、おっきな俺。わかりました。いいですよ。うおー、すごい。いきなりスーパーサイヤ人2か。じゃあ俺もスーパーサイヤ人2だ。消えてなくなれ。これでも奴には通用しません。あいつは戦うたびにどんどんパワーアップしていったんです。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をさらに超えるなんて。さすが悟空さんだ。
おい、面を貸せ。父さん消えてなくなれ。父さんと稽古するのはあの時以来ですね。昔のことなどいちいち覚えていられるか。程度で満足してやがるんじゃないぞ。はい。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。想像の前に破壊あり。いいでしょう。おめえ強いんだって。相手してくれよ。おめえですね。私もこの体で君と戦ってみたかったの。これがスーパーサイヤ人孫悟空の力ですか。おめえオラみてえだな。強い相手だとワクワクするか。あ、もっと来なさい。もっと君を感じたいのです。戦闘民族最強戦士の力、もっと見せてもらいます。お前の相手は俺だ。Yeah!
戦闘の記憶が我が体と心に深く刻まれていく。もう消えてなくなれ。今の破壊はなかなか良かった。元気かい？お疲れのようですね。そろそろ休憩にしますか？素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。なんか気持ち悪いぞおめえ。今の攻撃なかなかのものでしたよ。その調子ですよ。素晴らしい。
砂漠の時を待つ。素晴らしいな。よく鍛え抜いている。 お前たちのおかげで俺は強くなれる。覚悟しておけ。よくぞそこまで。 Yeah.
ああ、やられてしまいました。わざとらしいぞ、ウィス。サボるなよ。いいぞ、その調子だ。宇宙は綺麗な。ありがとうございました。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。仕事の時間か。破壊しちゃおうかな。せいぜい頑張ってくれたまえ。僕が本気にならないようにね。いよいよですね。ここからはとても厳しい戦いになります。デフーブラックと戦う前にあなたの力を見せてくれませんか。すごい、さすがです。あなたなら、もしかしたら、改めてお願いします。
俺と一緒にブラックと戦ってください。なんと悲しい光景か。だが私には見える人間という害虫から解放され美しく輝くこの大地の見え理想郷の完成まで人間どもさばきの時を待つがいい。おいおい、そんな戦い方で大丈夫かい？よくぞそこまで。どこへ行くんだブラック。お前はここで終わりだ。邪魔だ。邪魔する。おめえがブラックの仲間だったとはな。仲間ではありません。同志といったところでしょう。キリスト、オラたちの敵中ことに変わりはねえ。少し甘く見ていたようだ。いいぞ、その調子だ。消えてなくなれ。覚えておくがいい。お前は私の獲物だ。待て、逃がさねえぞ。どうだこの色、美しいだろう。お前らの戦士に合わせて名付けるとしたら、そう、スーパーサイヤ人どうぞ。俺はついに孫悟空の力を完全に我がものにした。ブラック、ここを見て話をしていやがる。貴様の相手はこの俺だ。愚か者が。見せてやろう。前菜のおかげでまた俺は強くなった。待て！私が望む世界にお前は必要ない。俺の宴の邪魔はしないでもらいたい。消えてなくなれ。今日はここまでかな。
今日はここまでかな。これっきりだぞ。今日はここまでかな。私の夢はここでついになるのか。これっきりだぞ。判断だね。いや頑張っ、いや頑張ってね。消えてなくなれ。いや頑張ってね。いや頑張ってね。いや頑張ってね。消えてなくなれ。俺に任せて。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。